皆さんこんにちは。今回も漫画神の雫に登場するワインをお届けします。今回はこちら18巻に登場します日本産の白ワインです。シャトーメルシャン玉もろ甲州黄色化、こちらに合うおつまみと一緒にご紹介していきたいと思います。漫画の中でですね、高杉という、男性のキャラクターがいるんですけども、その高杉がですね、パーティーに参加することになりまして、でそこに萌木ちゃんっていう女性のキャラクターもね、一緒に、参加することになったんですけども、その萌木がブラインドテイスティングしたワインとしてこちら登場しますね。コンテストみたいな感じに、余興みたいな感じで、そうですね、そこでですね、飲んだ感想がですね、またすごく素敵な表現をされてまして、子供の頃に夕暮れの縁側で嗅いだことがある香りがしますというふうに言ってまして、身を縮めて引っ込み思案で顔を出そうかちょっと戸惑っているような黄色いバラのつぼみのようだというふうに表現してるんですよね。そうですね、登場人物で出てくる遠峰一世っていう、もう大絶賛だったんですよね、その表現に。もうこのワインの本質を言い当てているね、言ってね、ということでですね、こちら早速飲んでいきましょう。ではこちら準備ができました。早速飲んでみましょう。はい、いただきます。いただきます。あ、すごいいい香りですね。あ、おいしい。あ、結構酸っぱい感じですね。ピュッて酸っぱさがきますね。酸味がはっきりしてて、後からでもちょっと甘い感じの香りもするんですけど ね、あ、おいしいです。いつものように色と香りと味わい と、色合いはちょっと青っぽいレモンイエローですか ね。香りは非常に柑橘の香りがしますね、グレープフルーツみたいな感じですけど、少し日本産のワインっていうのもあると思うんですが、和の柑橘っぽい、マスダチとかカボスとかね、柚子とか、そういった感じの香りがしますね。あと味わいは非常にフレッシュ、甘味がねしっかりしてて、後から旨味と一緒に、なかなかね白ワインの表現でよくミネラル感があるみたいな、言いますけどね、曖昧な表現はちょっと難しいんですけど、ミネラルウォーターを飲んだ時みたいな、ちょっと爽やかなね、岩の地層をこう通ってきた清冽な水みたいなね、ああいうそのミネラル感なんですかね、感じがしますよね。そうですね、少し発泡性とは言えないんですけど、若干発酵によるねシュワシュワっていう感じがね、ありまして、清涼感もありますし、とっても爽やか、香りもね後からこう旨味と甘みをねちょっとこう湧き上がってくるような感じっていうんですかね、さっき森ちゃんが言ったような感じもしますしね、漫画ではね、ローズヒップの香りがして、バラのつぼみの香りがね、柑橘もするってね漫画で書いてありますけど、そういった感じはそんなに強くないですかね。漫画は2007年ヴィンテージで飲んで、これ2018年、やっぱ年によってね違いっていうのはあると思うので、漫画の表現がぴったり感じられるかっていうとね、年によって違うとは思うんですけど、どちらかというとやっぱりその柑橘感の方が強いかなと思いますね。こちらのワインなんですけど、これどういったワインなんですか？日本のワイン、このチャンネルで取り上げるの初めてですよね。あと神の雫で白ワインを取り上げるのも初めてなんですけど、甲州っていうね、これブドウの品種の名前です。日本日本では結構馴染みがあるというか、1300年前から栽培されてるっていう、あと生食でね食べられたりしてるので、日本人には馴染みのある味わい、それもね漫画の中ではね懐かしい感じがするみたいにねって言ってましたけど、そういった感じもあるのかもしれないですしね、長らくねそういった馴染みがあって日本人にはね食べられてたブドウなんですけど、ワインとしては一方でね、そんなに個性がない平凡なワインしかできないみたいな感じで、あんまり注目されてなかったんですよね。ただある時ね、この山梨県のシャトメルシャンでね、ブドウから柑橘の香りがするっていうような発見があって、フランスのね、ボルドーの大学でね、デュブルデュー研究室っていうのがね、あって、ワインの香りの権威みたいなところでね、そこにね富永隆俊さんという方が研究者としていらっしゃって、その方にね柑橘の香りがしたんだけどっていうふうにね技術指導をもらって、この香りをね引き出したんですよね、甲州からこの柑橘の香りっていうので、2005年に初リリースをしたら、もう2ヶ月で売り切れちゃうぐらいで、海外でも非常に評価が高くて、イギリスのワインガイドとかねでも高評価をもらったりして、
て、それまでね甲州って全然その注目されてなかったね、はい、ブドウ品種をね日本の固有品種を一気にこの世界レベルにこう引き上げたっていうことで、日本のワイン自体ねあんまり知られてなかったのがもう世界レベルにね持ち上げてくれたっていうことをね発見されたワインっていうことなんですよね。そうなんですね、はい、日本のワインを引っ張ってった存在なんですね。そうですね、ワインの味わいが分かったところでおつまみと合わせていきたいと思います。ではこちらですね、おつまみの方を選んできました、はいはい、私なんですけども、はい、一口サイズ の, あのチーズケーキになりますを選んできてみました。なべさんはもう美味しそうな匂いがすごいしてます。そうですね、あの、はい、ホタテの塩焼きです。あのシンプルに選んできましたチーズケーキの方から。はい、はい、いただきます。いただきます。どうでした？ちょっとしょっぱかったですかね。そうですね、結構あの味付けの問題なのかもしれないですけど、はい、一緒にこう口に入れたらね酸味と合わさってふわっとなるかと思ったんですけど、はい、結構ワインの感じがよりこっちのチーズケーキのしょっぱさがグッと上がってきましたよね、はい、マリってはいなかったかな。マリってはいなかったですね。どこをこう狙っていったんですか？今回柑橘系の香りがすごくあの爽やかで美味しかったんで、はい、チーズケーキって作るときレモン汁入れるじゃないですか。あ、レアチーズケーキとかね、はいはい、なのでその柑橘系と柑橘系で甘酸っぱい感じ、ね、マリってくれるんじゃないかなと思ったんですけど、そうですね、ワインの酸味がだいぶこうグッと下がってチーズケーキのしょっぱさがゴッと上がったっていうか、多分このミネラル感がねしっかりしてるワインなん で、ね、それがちょっとしょっぱ傘の部分をこう盛り上げてしまったのかな。こうなるほど、しっとり甘酸っぱいっていう感じにはちょっとならなかったですかね。はい、あーそうですね、いや悔しいですね。気を取り直して、はいはい、こちら鍋さんのホタテと合わせていきたいと思います、はいはい、いただきます、はい、いただきます。ミネラル感っていうのがこう溶け合ってる気がします。合いますか？合うと思います。まマリってると思います。よかったです。マリアージュすごいですね。食べた瞬間ホタテ自体ももうすごく美味しくて、うん、旨味がジュワーって広がってたんですけど、はい、そこにワインの柑橘のこうふわっとした感じが広がって美味しかった。狙ったところがね貝とかね、うん、白身魚とかにちょっとカボスとか、ね、はい、あの柚子とかこう絞って食べるようなねちょっと和風な感じを狙ったので、単純なね塩味でいったんですけど、磯の感じが旨味がねワインと合わさって、まあ、さっきミネラル感って言ってもらったんですけど、うんうん、溶け合いますよね。そうですね、はい、旨味がこうぐわっと引き上がっている感じがして、はい、海産物に合うんじゃないかなと思いましたね。香りもね消えずに残ってくれたんで、ね、日本産のワインだからこそのこうマリアージュなんですかね。あ、和食に合うのかもしれないですね、うん、和食と一緒にいろいろ試して飲んでみたいなとも思いました。日本のワインってレベルというか分からなかったんですけど、あまり有名ではないといえばね、はい、そうですからね、これ日本ワインって今書かれてるんですけど、はい、まあ、あの国産ワインとか日本ワインとかね、その表示のね決まったのも最近なんですよね。2018年に国産のブドウ 100% 使って国内醸造したものが、まあ、日本ワインといえて、海外のねブドウとかねあの輸入して使ったりすると、まあ、日本ワインとは名乗れないんですよね、まあ、そういった表示が決まったのも最近なので、これからね、はい、日本のワインでね、うん、品質が上がってったりしていくのかなっていう感じはしますよね。その先駆けとしてね、はい、この甲州のワインね、いろいろね出てますしね、あの味わい引き出されてるっていうね、はい、あの研究もなされてるんでね、試してもらえればなと思いますね。ということで今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではまた、さようなら。さようなら。酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯、楽しい人生を。